昭和40年代生まれの皆様、懐かしい昭和の時代を今日は思い出してみましょう。そっか塾の久保です。今日のテーマはね、マックスラガーです。これはね、主に男子学生、特にね、爪襟を着ていた、いわゆる突っ張りスタイルに憧れていた男の子、懐かしいんじゃないですか。40代の男性、マックスラガーってなんか響きがありませんか？マックスラガーっていうのはね、改造学生服なんですよ。短ランとかね、ボンタンとかね、長ランとか、こういったものを出していたんですよね。もちろん女性用の長いスカートですとか、改造したセーラー服とかっていうのもね、すごく作ってくれて、特攻服とかも作ってくれましたよね。我が住まいの福山ですけども、マックスラガーがあったところはすでにね、再開発されて跡形もありません。もうビルが追っ立ってます。で、訪問することができないんですけども、全国のね、マックスラガーってそういえばどうなってるのかなっていうふうに気になったんで、まあこういう時代ですからね、初めてね、マックスラガーってい このねキーワードで検索をかけてみたんですよ。ちょっとね、その辺をチャンネル切り替えて、この動画を切り替えてご覧いただきたいと思いますんで、どうぞ。はい、マックスラガー現在ということで検索してみると、やっぱね、当たりますよね。変形学生服の主なメーカーブランド、当時のカタログなどでって書いてますんで、とりあえず一番上ね、クリックしてみたいなと思うんですけども、これどうですかね、学生ショップ一番街ってところ、これなかなかいいんじゃないですか。誰かのブログですかね。ああ、あるある、ちょっとね、マニアックなマックスラガーね、これこれ、後で見よう。で、1980年後半の田舎の不良中学生、日常を思い出した。で、どんなのが出てくるかワクワクしますね。ああ、普通のエントリーですね。画像がないのが残念。やっぱビーバップハイスクールとか湘南爆走族、あれですよね。最近もクローズとかあるんですけども、なんかね、ちょっと違うんですよね、テイスト。おしゃれなんですよ、最近の。ちょっと画像を検索してみると、あー、これこれ。こんな感じで裏地とかもこだわったような気がしますね。渡り40センチとかね。マックス。これは、わ、すごい。通販できてますね。これ2万円だそうです。わー。めちゃくちゃ懐かしいな。カタログが PDF で見れるという時代ですね。はい、じゃあちょっと見てみましょうか。あ、これカタログ誰かが PDF で下ろしてくれたんだ。当時これ先輩からもらったような気がする。外人が来てるタキシード生地ってやつなんですかね、やっぱり。誰がこのね、雪山でこんな服着てるんだよって感じですけどね。何を考えてるんでしょうかそうそう、こうやってイラストでね、説明されてましたね。すごい。とりあえずこの PDF はダウンロードしますけど、このベルサイユ宮殿かなんかわかんないですけど、こんなところで学ラン着てるやつがいたらちょっと連れてかれそうですね、うん、はい、なかなか面白いじゃないですか。ということで、ちょっとしたタイムスリップをしてみたわけなんですけども、そう、マックスラガーですね。マックスラガーってのが、皆さんのお住まいの街にも多分あったと思うんですよ。今ではね、こういった改造制服っていうか、学ランを見ないんじゃないですかね。みんなブレザーになっちゃって、もう突っ張りようがないですね、ブレザーになると。私はね、10代の頃、ろくでなしブルースっていうのが最後だったかな、突っ張り漫画。その後に、東京番長っていうのが出て、その頃は東京番長って名前が付いた漫画はあったんですけども、番長は全国に一人もいなくなったと聞いております。今はね、少子高齢化で生徒数も少ないんで、グレてるやつもいないでしょうね、あんまりね。いってらっしゃい。